おはようございます。おはようございます。こんばんは。あ、京都の人かな。厳しい人。まあね、12時も回って12時を過ぎたということは、今日という日の中であのコンビニに行くのが解放されたってことですよね、うん、実績やったんや。だいぶ優しいな。はい、まあ、何が言いたいかというと、 YouTube を撮るんですけど、コンビニに行きたいなということで、うん、行こう行こう、コンビニに行こうとかな。いやでもコンビニに行こうじゃ、うん、その YouTube として破綻してます。あ、そうか。ずっと破綻してるよ。そのぐらいのことはやってるよ。正直もうご褒美でピザを食べよう、うん、あれで、まあ、上層部の人に怒られてます今。上層部がいるよ、はい、そうなんや。すいません、層があるんやここの。はい、今最下層部のね、我々。末端の人間な。末端なんで、合わせろよ。我々は皆さんはお子さんがいた経験ありますか？ないやん。あったらどうすんの。僕らもね、順当に人生を進めてたらね、今頃4歳ぐらいの子供がいますよ。まあまあ、やめてください。まあまあまあ、そんな話しちゃったら。ごめんなさいごめんなさい。キャラ弁とかをね作るかなと、子供がいたらそれをまあちょっとでも2人に味わってもらいたいなっていう、キャラ弁コンビニとでも言いますか。来た。え、待ちに待ってた、待ちに待ってた、この日を。コンビニに行って、うん、まあ、できる限りコンビニで、まあ、作れるキャラ弁といいますか、うん、キャラ弁を作ってもらいて、まあ、そもそも、まあ、僕らに子供がいるいないと関係なく、ママさん向けチャンネルなんで、このチャンネルは。そうなんや。安定したで。はい、完全にターゲットママさんに絞ってますんで。モロハ歌いながら持ち込んで。はい、へ、あれはママさん刺さってましたね。なんかママさんたちも忙しいんで、やっぱりいつでもねスーパーに行けるわけじゃないんですよ。そんな中でもやっぱ子供はキャラ弁作ってよっていう時に、コンビニにあるものでこう代用してね、キャラ弁を作る方法とか我々が教えてあげられるんじゃないかと思って。我々から我々からママさんにできることがあればと思って。どうですか、その作れそうですか、コンビニあるもんでキャラ弁は。いや見当もつかない。うん、確かに。まあ難しそうでありますけどね。何買ってもいいんで、今回は。はい、いつもそうじゃない。はい、今回は何買っても大丈夫なんで。うわ、じゃあこれこっちかな。竹内さん一回ね、喜びのあまり十字を切ってたんで。確かに。生まれたてやで、今回は。重い、痛っ。怖っ。分かってない、自分の力が強いことを。起き上がるから、うん、これで起き上がる。うわ、生まれたてのモンスターや。でか見えるな、なんか。なんかでかく見えるな。今日でかい、今日でかく見える。今日でかい。光のせいか。うん、でかいな、なんか。すみませんでした。なんか狭いな。でかい。じゃあ本当に、じゃあ本当にでかい。キャラ弁コンビニ。引く。それじゃあ行きましょうか。高。やめてください。はい、どうも。はい、どうも。あ、二人が遠い。俺に近い。さあ、ということでキャラ弁を買ってきましたけど。はい、ということでキャラ弁買ってきましたけど。どう？もう完全に見えてます。まあ、俺はそのこれから見たいって感じ。おえ、より上そう。全然意味わからん。全然意味わからんかった。すごいな。じゃあ、シノッティは？え、誰か仮暮らしやねん。おー。いや、余韻に浸ってない。あ、そうです。僕は、もうやばいですね、正直。もう、なんかね、コンビニに着くまで自信なかったんですけど、うん、今もう自信に満ち溢れてます。完全にイメージしきった。目つぶったら、うん、そのキャラが思い浮かぶもん。それはみんなそうです。どんなもの買ったか見ていく。さあ、どうする？もうお金もらってない。もうまあ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 。あ、あれ全部俺の小銭。知ってる？まずはね。あーね。必要とされている。まあね。あーね。まあ。どうすか？ほー。
まあ確かに使い勝手良さそう。確かに、なるほどね。いいね。まあでこ、はいはいはい、まあ必要ね。Aラスト、どうだ。あったんや。まずありましたね。ほんまにあったコンビ。一人だけ走った。八百屋じゃないこれ。走りました。想像つかんな。まあ分からん、ここじゃ。まあでも見る人が見たらもう、やん。そうなの、なります。あるあれですよ。マジキャラ弁に詳しい人、キャラに詳しい人。どっちが誰が見たら分かんだろう。じゃあもじゃもじゃくん。もじゃもじゃくん、いくやねん。すいません、ごめんなさい、ごめんなさい、すいません。まずはお米。はい、一緒。これこうなるよね。これ買ってないやつもうこの時点で脱落やからね。あぶねー。梅干し。なるほど、はいはいはい。もうこれだいぶ見えてきたね。はいはい、はい、これすごいよ。はい、じゃあ、おー、はいはいはい、なるほどね。うん、シュークリーン。これきたなぁ。これどうします。これ見てから判断します。まあそうですね。レシートまだ持ってる。確かにコンビニまで行かされて。確かにな。隠しとけってそれお前。ありそう。それあり。なさんでいいね。以上です。あ、でもこれでいけるんや。これがすごかった、見た瞬間に。全部入ってるやん。全部。キャラの全てが詰まってる。もう、キャラやん。じゃあちょっと私。まず、海苔ね。おー、でかい。海苔を。味付け海苔が良くて。なるほどね。すいません。お米ね。あ、お米ね。うん。ベースね。たらこね。あれ？一緒やん。え？で、梅干しね。俺らセット？震えました、正直。カニカマ。へぇ。ま、これは、まあ使えたら使いたいけど、もしかしたらいらんかもっていう。おー、これです、僕のは。うわ、なんやろ、全く分からん。バレるバレるバレる、これ完全にバレる。どれが、どれが。やば、めっちゃ赤いやん。うわ、え、聞い取られてるわ、赤に。え、赤じゃないんや。赤じゃないん、これで。赤に聞い取られてるわ。え、コラショ？コラショじゃない、この赤さ。めっちゃいいやん、コラショ。誰から作ってくる？どうする？出来上がったら食べていいってこと？そうなるな。そうだ、出来上がった人からもうその食べて動画から消えてもらって、消えてもらって、で2人で撮って、最後1人を、最後1人で。いややな。じゃあ俺一回行っちゃう。行ってみる。はい。どうしよう、俺も味付け海苔がいいな。じゃあこれが嫌で俺買ってなかっただけだから。大阪で、うん、こんなことになるなら2人で買えばよかった。確かに。お、まずはチン。え、邪魔、横のやつ。チン。あ、邪魔、横のやつ。俺がしらけさせちゃってるわ。そんなおもろいなと俺がチン。まず米をチンと。はい。あー、うん、シャシャンナ、シャシャンナ。すいません、ハム食べようとしちゃって。シャシャンナ、それって結構シャシャってますもんね。思ったよりしちゃってたな。ハム食べようとしてたんや。これをちょっと洗って使うか。あ、トマトあるんか。なるほどな。僕もね、正直それ使おうと思ってました。奪い合いや。一歩リードですね。一歩リードさ、渋滞の問題リードさ、今度会えたなら話すつもりさ。知らんとこ。これまでのこと、知ってる歌の知らんとこ。これからのこと、知らんとこ。2番ね。知らんな。知らん。誰かにアピールできるいいチャンス、自意識過剰に。うわ、知らんな。しみたれーた。ありたけーのやろ。しみたれーた。知らんな。ポケットにロマン。パンパンやろ。コインもロマンも。どっから見たん？ありたけ？なんかしみたれた。結構相手ボコボコになってるとこから見た。あの夏。僕たちはキャラ弁を作った。テレ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 テ